さあ潮見修子そのはいやちょっと待ってください、ちょっと、いや本当に修子だしそしてちゃんとしたドレスだし、いや老若男女のみんな、マサトですということで、ついに来た、もう何ヶ月待った待望の潮見修子シンデレラフェスノワール。いやーこれはねもう待ちすぎた、何ヶ月待った、3ヶ月前からね、いや今回は修子なんだ、今回は修子なんだと言い続けて、もう今回修子じゃなかったらもう着ている服を全部破こうと、そういう決意で今お迎えしていましたが、なんとね修子なんですよ。いやー服最高、いやーもうちょっと見て、ちょっとモデルビューは見て、いやでもねこれ引いてから見たいな、引いてから見たいでしょ、特訓前も特訓後も最高すぎるっていうか、特訓前のイラスト良すぎ、ちょっと待って、もうね大感謝です、感謝感激雨あられ、全てを込めて大感謝、死ぬ気で出るまでお迎えする修子フェス、もうやっていこう。さあその妖艶な瞳で僕を包み込んでくれ、まず納税から、まあ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 、もうねここはもうジャブ、ちょっと今ジャブをシュシュって打ってるだけなので、これで引こうなんてことはそうは問屋が下ろさないと、そうは簡単にはいきませんよと分かってるんです、分かっているんです、行きましょう修子、一緒に飛ぼうぜ10連、まあ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 、これロードが入ったらもうねほぼ勝利を確信してもいい、そのレベル、でもまだ入ってない、でも入ってないけどフェスゲンはいるんです、さあ誰だ、嬉しいな、おー時子様、時子様は全部持ってるけれども素晴らしい時子様、いやありがとう、クイーンオブクイーン、女王の中の女王ですよ、いやちょっと10連目からいきなり時子様を射抜く、こんなに強い引きをしていいのかと、こんなことが許されていいのか、20連目ちょっとロード入ったね、今短いけどね、めっちゃ短いけどロード入ったね、どうなってんの、いやいるね SSR、 いやでもこんだけ短かったらさすがに修子なんじゃないんじゃない、修子なんじゃない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 ないんじゃないんじゃない、千秋さんなんじゃないんじゃない、いや可愛い千秋さん、足ぶりんありがとう、有浦環奈ちゃん、ピースオブピースミクニャン、アスカ誰ですか、どうですか、どう、え、おお誰だこれは、あー高橋玲子さん持ってないで、プレミアムカットでエレガントフレグランス玲子さん、いやこれはめちゃくちゃ嬉しい、いやちょっと待って、サインで誰かわからなかったわ、ちょっと詳しいな、いつも大体ねわかるんだけど、いやでももう強すぎる引きをした、こんなこと許されんの、いや20連連続 SSR でね、えいやちょっと見て、読んでちょっと、おう読んでる今、おう、いや、おう、いやー、どこまで美しく妖艶になるんですか、妖艶な修子をお迎えするために妖艶な玲子さんをお迎えする、これは修子ブーストかかったんじゃないですか30連目、まあ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 、そう、それはそう、今20連連続で SSR 抜いてるから、さすがに30連連続なんてことはありえない、そういうものなんです、この世の中は。40連目またロード、マジで言ってる、ちょマジで言ってる、青い風が吹き抜け、あーでもいない、いないってことは持ってない SR だ、オッケーオッケーオッケー、まあまあまあそれはそうでしょうと、うん、そうだね、ありがとう学びいつきちゃんだ、体動かすのはもちろん好きですけど運動後のストレッチも好きなんですよねと、たくさん運動したって感じになりますし、さあじっくり筋肉を伸ばして怪我に備えましょう、いやストレッチは大切、いや一緒にどこまでも走っていこう、僕は走れないけれど足が悪いからね、なんだそれいらない情報よしちょっとここでもう次から優勝に入っちゃうので、一回ねプラチナガチャチケットくん使っていこう、10連ガチャチケットくん、まあ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 、ここは一回これを挟むっていうのはもう当然のこと、おー刺繍でもねロードは入ってないから修子ではない、さあ誰が来てくれる、持ってない子だったりしないかな、誰ですか、どう、何、誰、あさちこー
いいねえ、サチコ。うわ、プレミアムカットサチコ。ダブったサチコも、かわいいな。いや、完璧。自称完璧に恥じぬ完璧さ。いや、ちょっと、めちゃくちゃテンポ良くない？ちょっと。いいの？こんなテンポで弾いちゃって。いいんですか？いや、いいんでしょう。行きましょう。ちょっと、一回物欲センサーを空にします。ちょっとね、この次の10連から、もうここは今、物欲センサーさ、出ちゃってたから。出まくってた。煩悩まみれだったから、でも SSR はいる。すごくない？ちょっと、めっちゃ引き強いよ、今。草壁若葉さん。ちょっと、マジで強い引きが。いやー、美しすぎるんです。ひよこと戯れる小さな私の大きな世界。草壁若葉さん、ちょっとマジで素晴らしすぎる。許されていいのか、こんなことが。 SSR 抜きすぎじゃない？俺ちょっと許されていいの、こんなこと。マジで。よしね、こっからちょっとね、一回物欲センサーからにしてやっていこう。あー、なんかガシャ引いてるな。なんか押してんな。別に何も欲しくない。なんかなんとなく回してるだけで何も欲しくはない。何も僕は欲しくは、やめよう、うん、やめよう。そんなこと言ってたら来るものも来ない。もう来るものも来ないんですよ。そんなこと、そんな失礼なこと言っていたら、もう全力で追い求めていく、そのスタイルが大事。お願い。まあ、でも刺繍ね、お願いしたからこそ、ダブリとは言っても SSR を抜くことができる。これが正義。これがアイドルマスター、シンデレラガールズ、スターライト、ステージサナイスさん、ありがとう。おー、プレミアムカット、パーフェクトサポートサナイさん。この前スカウトしたところだけど、プレミアムカット、マジで嬉しい。ありがとう。最高だ。よしよしよし、この調子でいこう。この調子で、物欲センサーマックスで。お願い。あん、来ないか。来ないか。でも SSR はめっちゃ抜いてない俺。ねえ、みんな、わかるでしょ？ SSR 自体俺めちゃくちゃ抜いてんのよ。でしょ？だから、お願いします、本当に。お願いします！いやー、来ないか。まあでもそうだ。そらそう、塩見修子がそう簡単に来るわけがないと。でもね、青い風が今吹き抜けてるから。SSR、違う、SR 抜きすぎ、強すぎ、ガチャ。全然いいわ、もう。こんなに SSR 抜いてるんだったら満足ですよ。おー、これはクラリス。あー、ちょっと待って、持ってなくない？持ってない、やっぱりクラリス。そうだよね。いや、ちょっと嬉しすぎる。持ってないクラリスを抜くという、いや、もっと強いね、普通に。ガチャめっちゃ強いわ今。あなたとこの子の未来に天の五国があらんことを。なるほどね。あの女の子、ぬいぐるみ見た途端、本当に目をキラキラと輝かせて、まるで私と出会った時のあなたみたいでした。いやー、もう何、遠回しに可愛いって言われてんもんね。そんな大興奮、もうブーストかかりまくり今。この勢いでいける。もうシュウコが連れてきてくれたクラリスとレイコさん、そしてたくさんのアイドルたち、これが俺にエネルギーをくれる、無限のパワーをくれる。お願いします。まあ、そうは問屋がおろしませんよと。そう簡単に行くわけがないでしょうと。舐めちゃいけませんと。そういうこと。そう、本当にね、半端なら KO なんで。いやー、頼む。いや、全然来ない、来ない。でもね、 SSR は来てる。シューコが来てないだけで SSR は来てる。そしてアイドルたちは来てるから、そこにまず感謝の気持ちを持たなければいけない。そういう気持ちで回すからこそガチャは楽しい。あー、持ってないぞこれ。三原奈穂さん、持ってないぞ絶対。絶対持ってない。ありがとう。ほらね、もう3枚抜いてるから持ってない SSR。 普通にこれはシューコが連れてきてくれてるから。いや、普通にすごくない？俺の爆発ポイントで持ってない SSR3 枚抜くってなかなかないよ、マジで。いや、マジで最高。プニプニでふわふわ、とっても上品な甘さです。この店の和スイーツ大好きだ。なるほどね。だから、はい、プロさんもどうぞ。幸せのおすそ分けですよ。いや、もうね、幸せは、たくさんの人からもらっています。ナナミンバリに。いや、完璧に。完璧だ。いや、もうね、ガシャが強い。シューコが来ていないだけで、僕のガシャは決して今、決して強い。決して強いって何？いや、楽しい。久しぶりだね、こんな風にぶん回すデレステは。でもね、楽しいんですわ。ロード入んないな、本当にもう。いや、もう行きましょうか。わかりました。そっちがそのつもりならいいですよ。付き合いましょう。付き合いますよ、僕は。この道に。付き合ってやろうじゃありませんか。本当に。もう行くんでしょ、これは。
もうね、リアムの600連で慣れてるんです。フェスで。どんだけ SSR を抜こうがピックアップが出ない。そんなことはもうね、僕は慣れっこなんです。もうね、知っているんです、それは。だからもうね、鋼の心。もう、この刺繍が出る。それだけで嬉しい。もうこれは来ないのはもう、来ない前提。あー、鉱石レイナ様、どっち？あー、持ってる方でも全然いい。全然いい、もう。この驚いてるバーン&ドーン、いたずらの準備がバレて驚いてるレイナ様が見れた、それだけで僕は、それだけで僕は大満足です。いやー、全然いい、全然いい。全然素晴らしい。190連目、お願いします。いや、もうね、出ないね、これは。もうね、長年の勘でわかる。うん。長年の勘でね、これはね、もうわかる。うん。もうね、これはね、もう分かってる。伊達に課金してきてないから。もうね、分かりきっています、これは。もうこのまま、このままです。このまま300連まで邁進していく。それがこのシンデレラフェスノワールなんです。もうね、分かっている、もう。もうね、みんな誓っていいよ。出ないからね、こっから。でも、だからこそ、最後の最後にお迎えするシュウコがより輝く、より引き立つ、より妖艶に優しく温かく僕を包み込んでくれる、そういうもの。サイキック音速ローディング。そう、もうね、音速ローディングでいこう、もう。もうね、SSR はめっちゃ引いてるからね。満足度は高い。誰ですか？あー、ノアさん。ノアさん、どう？あー、持ってるほどノアさん。まあ、全然全然。この美しい瞳。もうね、このクールな流れ、スーパークールな流れからの、ここで、シュウコなんです。なぁ、違うね。でもね、いいんだ、それで。それで、刺繍出すぎ。えぐい、マジで。SSR 抜きすぎ、本当に。マジで何枚抜いてる、ちょっと。アイコー！いや、持ってないよ、アイコー！うーわー！嬉しすぎるー！願いを叶えたいのなら強くなることも必要ですよね。そう、強く。君は今のままでも十分に強い。そして望むのならどこまでもパワーオブパワーでしょう。ちょっと待って、嬉しすぎるんですけど。マジで夜の温室って落ち着きます。きっとたくさんの植物が癒してくれて、外の音が聞こえないおかげですね。考えなくちゃいけないことはたくさんありますけど、今は少し休みましょう。ありがとう、愛子。僕は休む。考えることを休む。脳死で残りは駆け殴ろう。あ、ロード。え、愛子、まさか連れてきてくれるのか？そうなのか？どうなんですか？ちょっと待って、これは来た。ちょっと待って、マジで来た。いや、これ絶対来る。行くよ、マジで。いや、本当にお願い、お願い。お腹すいた。よーし、おー、このゼリーポンチも和菓子尽くしの毎日に刺激をくれたんだよね。いやー、思い出のお菓子で黄昏れる修行、素晴らしすぎる。ちょっと嬉しすぎる。生地ジュエルでギリギリ最後で来てくれたのか。240連修行ありがとう。万華鏡みたいにキラキラ輝いて、まるで別世界。昔々に私がいた世界とは違う色。あの頃はこんな色に憧れてさまよってたんだっけ。毎日が鮮やかになればいいのにって。いやー、これはもう今その輝いた鮮やかな毎日を送れているっていう自負があるからこそ出てくる素晴らしい一面、素晴らしいセリフ、素晴らしい表情。いやー、ちょっと死んでもいいですか、今から。いや、ちょっと待って、本当に嬉しすぎる、マジで。ということで、卒と最高級の結果、最高級すぎる結果を、石をまさか残して終われるとは思ってもいませんでした。ありがとう、シュウコ。じゃあちょっとこのシュウコで MV 見てお別れしよう。いや、嬉しすぎる。
マジで嬉しい。シャイ好きだ、シューコ。昔プロデューサーさんに出会う前の私ってさ、ああ、案外夢見る女の子だったのかもって、うん、今なら思えるんだよね、うん、遠いところで輝く、キラキラに手を伸ばす、そんな子だったって。まあ確かにな、そうだったのかもしれないな。あの環境を変えたい、あそこから飛び出したいって思ってた修子は確かに夢を見てる女の子だったのかもしれない。なるほどな、今だからこそ思うことなんだ。いや素晴らしい。和菓子屋の看板娘だってなりたい人はいるはずだよね。うん、みんながみんな隣の芝生を羨ましがって生きてる、うん、敷かれたレールの上歩くだけで満足する人って少ないだろうし。いや成長していろんなことが俯瞰的に見えるようになってんな。そう思うと私って普通の女の子だよね。普通に人生つまんないって思って、ん、普通に夢見て、ん、普通に旅して、一つだけ普通じゃなかったのは夢が叶っちゃったこと。いやものすごい努力と才能があったからだ。頑張ったからだよ。夢はアイドルって形はしてなかったよ、うん、ただキラキラしたもので、うん、でもここは手を伸ばした先にあった世界なんだ。あの頃憧れてたどんな鮮やかなものよりも眩しいところ。うわー、もうそう思ってくれてるなら本当によかった。いやもうトップだな、トップに立ってるよ今君は。さあシューコ見せてくれ、ノワールにたどり着いた君の姿を。夜に溶けながら自由に舞ってた、本当夢みたいな感じ。ふわふわして気持ちよくて、でもまだ覚まさないよ。この空いっぱいに羽広げて誰かさんの目に焼き付けるまではね。もう網膜が焼き切れるぐらいバッチリ焦げついてますよ。いやー素晴らしすぎる。コミムを読んでいく。なあにマスター、旅人にはサービスしたまえよ。いやマスター。そう、京都でも旅人なのシューコちゃんは。マスター、帰る場所は私が決めるからね。マスターちょっと今すぐこの子にとびっきりのサービスをしてあげてください。いやちょっと待って、めっちゃいいな。あれプロデューサーさんだ、見つかっちゃった。いやん、どこ行ってたのかって、しゅうこちゃんのルーツ巡りの旅かな、うん、いやこれめちゃくちゃいいな。いやなんかもうなんかアニメの最終回みたいだ本当に。みんな里帰りすると周りが変わっててびっくりするって言うから、ああそんなもんなのかなって思って、ちょいちょい帰ってるし変わってたものは少なかったけどね。まあ京都はねあんまり街並みが変わらないことで有名だからね。俺も京都住んでるからよくわかるよ。後ろに見えるあのでけえ京都タワーいいね。むしろ変わったのは私の方かも。ああ昔はね看板娘の服を脱ぎ捨てて、うん、流行り物着て、うん、ふらふら出かけて、うん、それでようやく私の完成だったし。あいろいろもがいてたんだなこの街で。でも今は
看板娘の服着てもいいかもって、うん、ちょびっとね、うん、長い長い夢を見て目が覚めた時みたいな感じっていうか、夢の内容は恋しいけど今日一日楽しい気分で過ごせるみたいな。いやー、中高の中で一つ大きく満たされたものがあったんだ。元の人生も今思ったらそんなに捨てたもんじゃなかったなっていう境地にたどり着いたんだな。こんなにいい成長はないよ。親御さんもきっとアイドルにしてよかったなって思ってるよ。多分アイドルやってるこの日々が夢でもいいんだ、うん、だからもしも今パッて目が覚めて、うん、和菓子屋の2階で起きても私は、いや、そんなのは俺は認められないなんてね。夢が覚めたらやっぱつまんないし、うん、簡単に覚めちゃったら味気ないし、うん、まだまだ楽しませてね。もちろん私の旅路は長いんだからさ。覚めない夢を見よう。いつまでもいつまでも夢と現実の境界がわからなくなるくらいに。うわー、これまでのことも今この瞬間も全部まぶたの裏での出来事かも。それでもいいよ。でも夢を見る間は輝いていたい。目が覚めても私が私でいるために。うわー、もう中古の中でアイドルがそんなにそこまであまりにも大きいものになっている。こんなに嬉しいことがあるんですか。行きましょう、一番星。めくるめく夢の世界へご招待。いや、今の秀子が歌うドレスを着て歌う青の一番星ならばきっとどこまでも美しいでしょう。いや、秀子ついにちゃんとしたドレスを着たな。いや似合ってる。いや素晴らしい。ちゃんとセンスの柄が変わってる。うわー、素晴らしい。あー、集大成だ。まだまだ続く冒険だけど、第一章の集大成、シュウコの、うん、いけるよ、どこまでも。いやちょっともう、なんだ、もう言葉が出てこない。いやー、シュウコ来たんだよ、ここまで。いやー、神曲すぎる。いやー、もう涙止まないわ。ボロ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 こぼれてる。こんなに秀子を全身全霊全力で表している曲はこの世に二つとない。いやーもう初めて聴いた時とはこの曲の重みが違う。いやー世界で一番美人なのでは。ちょっと待って、許されないぞこんな美しさは。地球上にいたらもう世界中のスポットライトを全てその身に浴びてしまうじゃないですか。いやーちょっと待って、中古史上最高の MV。 今宵の夢はこれでおしまい。目が覚めてもまた会おうね。